この場はまだ打つ場じゃないんだよね。打つ場じゃない、これでぐっちりちりっと入っていくんですよね。で剣であそこで攻める、うん、こう打から、うんうん、もうぐっと攻めたらもう攻めたらもう相手が乗ってくるんですよね、うん、で、あ、このくらい攻めると乗ってくるなっていうことを覚えて、でそれとかだんだんだん時間が経ってくると、それがもうちょっとこう試合でこう勝ちに行ったりとか、なんかその辺の攻防がね、うん、だから今宮崎選手は前に出たですけどね、なぜあの相手が打ってきたのに対応できないかというと、本当の攻めじゃないんです。攻めが効いてないんです。攻めが効いとれば出頭技が打てるし王子技ができるんです。そういうところですね。で自分では攻めが効いてるかどうかということは分かんないんです。なるほど、うん、だからそこを思い切ってできるかできないかというのは捨てて打てということなんですね。あ、僕らが捨てて打て、僕らが上野先生に言われるのと同じですね、うん、君はね、はい、当てようとしてると。あら、厳しいお言葉。君は当てようとして私に打ってくるじゃなくて、どこを打たれてもいいじゃないか、だから思い切って打ってくるんだ、そういうことなんですよね。怒られてる渡辺さん5段ですからね。もう3段からしたらわけわかんない構造ですけど、5段ぐらいな小底ですよ。もう本当にしちゃいますよ。でも本当にどこ打たれてもいいから打ち込む、これが難しいんですよね。難しいことか、分かっているけどなかなかできないですよね。また8段戦ともなるとお互いメンツもあるし、そうですね、そっか、メンツお互いやっぱりね、その応援の方もいらしてるし、こうやってテレビ中継があったりしたら、どうだな、ちょっとかっこつけたくなるところもありますよね。嫌ですよ。あるでしょ。これテレビ入ったら先生嫌ですよね。そうですね。そうなんですね。やっぱり嫌なものですか、先生。だってスローで見たりできるじゃないですか。ね、あれ嫌ですよね。スローで見られるのはね。そうですね。一本一本の自分の技を。はい。研究というか見られるわけですからね、いろんな人に、ね、最先端技術とも戦ってるんですね。それで八段先生はいい悪いとかなんかね言われるわけですよ。でそれ世界配信ってなったらもう余計嫌ですよ。でもう世界のスポーツはほらビデオ判定とかいろいろあるじゃないですか。剣道はビデオ判定ありませんからね。なるほど。それはなぜかといったらやっぱ気であり、そうです、ね、攻めであり斬新でありということなんですよね。当たってる当たってないじゃないんですよね。そうです、そうです先生。だからこれ見とって今分かるように、うん、その本気と半気なんです。本気と半気、本気で打ち込んだ時は一本なんだけど、うん、半気で打ち込んでるからダメなんです。半気だから有効打にならない。はー、うん、そういうのを剣道用語では捨てて打つとかね。はー、これはできませんね、うん、無心で打てとか捨てて打てって言うんですね。よく言われるけど本当できないですね、うん、だそういうのを審判の先生方は見てらっしゃるんですね。そうです、しっかりね見てるんです。うわ、ん、あ、一人だけ、うん、そうなんだ、入ったと思うけどね、はい、小手を打ったんだけれども、やっぱり有効打の一本に審査員の心を打たないんですね。あとはあ、審査員の心を打たなきゃいけないんですか。相手の、ごめんね、審判員の心を打たなきゃ、どこまで打たなあかん、もう勘弁してくださいよ。頼むわ、ドミノや、審判の心を打つの、心を打ってくれよって感じだよ。心鳴ってくれって感じだよね。なってくれよ。心っていうのはね、やっぱりコロ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 してね、心が変わっちゃうの。だから心変わりするの。あれまただから一本取っても変わるし、うん、一本取られても変わるし。だから心っていうんだよね。だチャンさんのお嬢様ね、心っていう名前つけよっちったんだけどね。つけなかったんですか。つけなかったんですか。はい、もうやめろ。いや何をしても、たまたま